はい、どうもタンタンです。ケリーウクレレですね、ちょっと選定してみました。今回いくつかね入荷がありましたんで、その中からちょっと良いものをということで選びました。でこちらの方 S の GV ソプラノですね。今回2本入ったうちの1本になりますけれども、ソプラノサイズ、こちらがね管理番号一応こちら2番の機種になります。ちょっとね、こう木目の方もなんかなんとなくこうツートンっぽい感じの木目の感じになってます。トップもバックもそんな感じですね。真ん中がちょっと白っぽい感じで、両サイドが濃い色合いというこちらの木目の1本ですね。でネックはマホガニーですけども、他の部分が全てコアでできておりまして、すごく、音がねまろやかな感じで、この個体はね太めかなっていう印象かなっていう、ちょっと丸いんですけども力強さもあると。すごくしっかりと出る、ハイポジションの音なんかも、まあ、すごくねソプラノですけれどもしっかりと出る感じがするので、個体として結構よくなる感じじゃないかなとやっぱり思います。S の GV というモデルになります。こういった感じのちょっとツートンっぽい木目、そしてねヘッドですね、ちょっと見ていただくとちょっとトラウマが入ってて、結構綺麗なヘッドの付き板を使ってますね。そんな感じのこちらの1本になっております。あ、ペグの方は一応こちらももちろん UPT が付いております。はい、ということでケリー、S の GV ですね、今回2本入っております。こちらともう1本、こちらがね個体番号管理番号のが2番の方の個体になっております。こちらの雰囲気が気に入ったなという方は2番の方と言っていただけると、こちらも分かりやすいかなと思っておりますので、ぜひそういった形でお問い合わせの方いただければと思います。それではタンタンでした。